イテム番号 SCP-CN-010 オブジェクトクラス政府特別収容プロトコル SCP-CN-010 は3メートル ×0.55 メートル以上の面積を持つ平面の存在しない収容室に1台のテーブルと共に収容してください。 SCP-CN-010-1 を床上に直接寝かせることは禁じられています。また人間が SCP-CN-010 の収容室に侵入することは厳禁です。説明。 SCP-CN-010-01 の外観は3メートル ×0.55 メートルの1枚の木製の扉です。 SCP-CN-010-02 は長さ約50の木の幹です。 SCP-CN-010-03 は常時 SCP-CN-010-02 以上に存在するマダガスカル島産キツネザルです。 SCP-CN-010-01 が自身より面積の大きな平面に接するとき、 SCP-CN-010 は休眠状態に入ります。休眠状態において SCP-CN-010 を収容している部屋に霊長類に属する動物が侵入すると、 SCP-CN-010 は直ちに活動状態へと移行します。室内の霊長類は部屋から脱出することができなくなり、同様に室外からの侵入も不可能になります。活動状態に入ると SCP-CN-010-03 は自身の中指を用いて SCP-CN-010-02 に対しタッピングを開始します。この時中にいる人間は室外から巨大な打撃音がすると感じます。人以外の霊長類も同様に打撃音を感知するかは不明です。 SCP-CN-010-03 が SCP-CN-010-02 の樹皮を食い破ると同時に SCP-CN-010-01 は強い外力によって開かれます。その後一本の巨大な指状の物体が SCP-CN-010-1 内から出現し、室内の霊長類を引っ掛け、あるいは差し貫いて、SCP-CN-010-1 内に引き入れます。以上の過程が終了すると、SCP-CN-010 は活動前の状態に戻ります。SCP-CN-010-03 が SCP-CN-010-2 内から取り出した餌を食べる場面を録画によって確認したところ、データ削除済み、と判明しました。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですんですんですん。